新春企画、今だからこそ、堀内政権を振り返ろう。はい、明けましておめでとうございます。ザボでございます。ミドル巨人くん PC ジャイアンツキャスト1月号を収録していきたいと思います。よろしくお願いします。今回も一人喋りとなってます。ご了承ください。はい、ということで今回は新春企画でございます。その昔ね、私の少年時代ですよ。ここ参院はですね、アニメ一休さんの再放送が何回目っちゅうぐらいね、こすってこすって何回も放送してました。その中で一番インパクト残っているのが、大晦日か元旦か忘れたけれども、一休さんがね、杖の方にドクロを乗せて気をつけなさい気をつけなさいと言いながらね、街を練り歩く托鉢、このシーンをよく覚えてるんですね。一休さんが生きた時代が室町時代ですよ。まだクリスマスも日本に導入されてない時代ですのでね、多分ね、正月飾りですとか、お餅ですとか、あるいはそうね、おせち料理ですとか、お魚ですとか、そういったものの露天地が多分賑わってた、年で一番賑わうイベントだったと思うんですけども、その露天地をですね、一休さんがね、気をつけなさいって言いながらね、街を練り歩くんです。新年に浮かれるなと、一年年を取るならば寿命に一年近づくのだということでね、戒めをね込めてね、街の皆さんにねそういった行動をしたよという会があったんですね。ご存知の通り、一休さんはこうなんていうんですかね、トンチ構想としてね、とても町の皆さんからは人気がある人だったんですけどもね、この時には多くの非難と罵声と、それからね石をこう投げつけられる、こんなシーンがねとても衝撃的にね覚えてるんですね。新年を迎えるにあたってね、こう戒めを持ってですね、その暗黒時代と言われる堀内恒雄政権をね振り返ってみようかななんていうふうに思うんですね。はい、一つよろしくお願いします。はい、ということでね、2019年シーズンはジャイアンツはリーグ優勝を果たすことができました。2020年を迎えるにあたりましてね、 FA もドラフトも第一希望通りにはいきませんでした。ということでね、思ったような補強ができずに現在2020年を迎えたということになっております。ということで、始めてみたいと思いますね。はい、堀内恒雄監督時代というのはかつてありました。青天の霹靂ですという言葉から始まった堀内恒雄政権、2004年2005年と2002シーズンジャイアンツを率いました。2004年ですよ。まず第1年目ですね。はい、シーズン前に、ダイエーホークスから小久保、それから近鉄バファローズからタフィーローズと、二人のね、ホームランキングの経験もあるタイトルホルダーの左右の大砲を獲得、補強に成功しました。またこの年はね、8月にアテネオリンピックが開催されということもありまして、各球団8月に主力が抜けるので選手層の厚い、ジャイアンツは有利ではないかと、シーズン前からね、評論家の人たちが口々に言ってたんですね。順位予想の1位の票を多く集めましたよ。が、蓋を開けてみますと、こう投手陣が大崩壊です。チーム防御率がリーグ最下位になってしまいますね。最終的にはこのシーズンの順位セリーグ3位でフィニッシュしました。ただね、この2004年シーズンの打線がとても破壊力抜群の打線を組むことには成功したんですよね。ちょっと2004年のメインの打線をつらつらと読み上げていきたいと思いますよ。1番セカンド西、打率が2割8分9厘、ホームラン28本、打点60。2番レフト清水、打率3割8厘、ホームラン16本、打点60。3番センタータフィーローズ、打率が2割8分7厘、ホームラン45本、打点が99打点。2004年のセリーグホームラン王を獲得しました。
4番ライト高橋由伸、打率3割1分7厘、ホームラン30本、打点79。5番ファーストペタジーニ、打率2割9分、ホームラン29本、打点64打点。6番サード小久保、打率3割1分4厘、ホームラン41本、96打点。この小久保の成績41本というのが、ジャイアンツで右打者初めての40本本塁打を達成しました。続いていきます。7番キャッチャー阿部慎之介、打率は3割1厘、ホームラン33本打点78。8番ショート新岡、打率2割6分9厘、ホームラン9本打点49と、ショートで2割6分9厘9本、これは結構いいんじゃないかな。坂本がすごすぎるだけでね、ショートでこれだったらだいぶいいと思うんですよね。代打陣にも触れてみましょう。清原和博、打率2割2分8厘、ホームラン12本、打点27。江藤はサトシだっけ、サトルだっけ、忘れちゃった江藤ですね。打率2割2分7厘、ホームラン4本、打点15。元木大輔、打率が2割4分、ホームラン2本、打点が13となってます。ちなみに今年は NPB 初のストライキが行われた年でした。例年と比べて2試合少ない138試合の開催になってますね。チーム本塁打259本、チーム総得点738点、チーム総打点719ともに、ジャイアンツ史上最多となってます。これに加えて開幕から33試合、連続のホームラン、チームとしてのホームランですね、これはセリーグ記録です。新記録を樹立しました。長嶋終身名誉監督が史上最強打線と命名したこの打線でございますよ。それから清原、これがこの辺がもうちょっとホームランがね出てたらね、チーム本塁打300本のね可能性もあったのに、にゃーって書いてますね。これ僕のタイプミスですはい、続けていきましょうね。ちなみにね、2019年昨年ね、三足打線と恐れられた西武ライオンズですよ。パリーグを2年連続優勝させた西武ライオンズ、これはチーム本塁打数174本、チーム得点756打点、チーム打点718点ということでね、ホームラン数はこの年のジャイアンツが多いけども、他はチーム得点は去年の西武の方が多いし、打点はほぼ同じですわ。ということでね、三足打線に、三足打線並みの打線を組むことが できた2004年でしたが、投手陣はね、の不調もあり、チーム、セリーグ3位というふうになってしまいましたね。のね、投手陣はね、上原と工藤が2桁勝ってますわ。これはまあまあそこそこといったとこですが、中継ぎ、他のピッチャーだよな。他に見どころはですね、中継ぎ陣でね、シコースキーというのがね、頑張ってました。62試合に投げまして、防御率が 2.67。それから、岡島秀樹、53試合投げて、防御率 3.09 と。それから、前田幸永、これが、ボーって言ってんの。今ね、外でね、喋ってますよ。はい。44試合投げ、防御率 2.38 と、リリーフ陣は頑張ったように見えます。高橋久典ですとかね、林、この辺もね、先発で投げてたんですけど、高橋久典が5勝10敗、林明則が3勝9敗と、ここですよね、先発ローテーションとして、ローテーションピッチャーとして、ね、踏ん張って、頑張ってくれたらということで、結構粘って先発させたと思うんです。ここはね、もうちょっと早めに配置転換できてたら、よかったのになぁなんていうふうに思います。あとですね、チーム内の西武の最多数が、これが、久保の8個。ここにね、クローザーが埋まらなかったんだなぁというような、ふうに見て取れることができるんじゃないでしょうか。はい、続きましてですね、2005年を振り返ってみます。開幕からね、この年は4連敗してしまいますね。で、4月の21日から今度は6連敗と、
いうこともありまして、まあまあだらだらと負けを重ねまして、シーズン終了まで低迷が続きまして、セリーグ5位でフィニッシュすることになります。堀内恒雄監督が任期を1年残して退任を発表、後任は前任のね原辰徳ということになりましたね。この2005年のね、打線も、そんなに悪くないんですよ。悪くないというか、随分いいんですよね。これをちょっと振り返ってみたいと思いますよ。2005年、読売巨人のメインオーダーでございます。1番レフト、清水、打率3割、ホームラン15本、打点50。2番ショート、二岡、打率3割1厘、ホームラン16本、打点58。3番センター、ローズ、打率2割4分、ホームラン27本、打点70。4番サード、小久保、打率2割8分1厘、ホームラン34本、打点が87。5番ライト、高橋由伸、打率が2割9分8厘、ホームラン17本、打点54と。6番ファースト清原、打率2割1分2厘、ホームラン22本、打点52と。7番キャッチャー阿部慎之助、打率3割、ホームラン26本、打点86。それから8番セカンド西、打率は2割6分9厘、ホームラン11本、打点45と。軒並み2桁ホームラン打ってますね。3割超えも3人いますわ。あとね、代打陣を見てみますね。江藤明ですね。江藤明というもんじゃなかったかな。93打数ありましたが、打率が1割7分2厘、ホームラン0本、打点が4打点と。ここはちょっとこけましたね、といった印象ですね。この年はね、僕が大好きな選手、矢野健二がとても頑張ってたシーズンに記憶しておりますわ。はい。ということで、昨年チーム防御率が最下位だったジャイアンツですけども、今年この年2005年もですね、投手陣の立て直しがうまくいかずですね、こんな成績になってしまいました。しかし昨年から続きまして、シコースキーはこの年も頑張りました。70試合登板、それから防御率 3.29 か、7勝1敗20ホールドポイントでしたね。あとこれは林もリリーフに転向して頑張りました。54試合に登板しまして、2勝2敗18セーブ、防御率 1.61 という成績になってますね。やっぱりこう、打線がこう頑張ってもある程度踏ん張れる投手陣がないと、成績は振るわないというような印象ですね。この2005年のですね、9月の9日、対中日戦におきましてですね、これは東京ドームで行われておりますけども、ジャイアンツの先発工藤公康42歳、中日の先発山本昌、年齢40歳と、両チームの先発が40歳オーバーというのは NPB では2度目、セリーグでは初めて、こういったゲームも2005年に行われましたね。はい。2005年ですよ。なんとか立て直しようということでですね、メジャーリーグからミセリ、こんなピッチャー取りましたが、これが、なんと4月の19日、わずか2週間での退団となってしまいました。あるいはキャプラーなんていうね、外国人も取りましたが、これも打率1割5分3厘、ホームラン3本、打点が6と、外国人補強が見事失敗してしまいました。あるいはですね、外野守備コーチの広田さんがですね、タフィーローズの守備をね、看板であると指摘しまして、これに対してローズはとても激怒します。ゲーム終了後にですね、タフィーローズ曰く、ジャイアンツは下手くそだと、ジャイアンツ大嫌いと発言してね、話題になりました。これを記者にすっぱ抜かれましてですね、これがメディアに載ってしまうわけですね。球団から罰金処分を受けてしまいます。前年45本ホームラン打ったタフィーローズ27本まで激減しているのも、こういったモチベーションの維持はジャイアンツのベンチとして上手にできなかったかなといったとこもあるのかななんていうふうに思いますね。この2005年の12月には清原が退団します。
ジャイアンツ対談後はオリックス行きますよね、確かね。ただね、シーズン中に若手、この時若手だった宇都宮がね、ローテーション入りを果たしましてね、新しい時代のジャイアンツを予感させたよといった年になりましたね。はい、ということで、暗黒時代ってね、ジャイアンツでも滅多にないんですけども、この堀内政権は結構暗黒だと言われてました。でもね、こう、見てみると打線はすごいな、これ。相当変態的な打線を組むことには成功してるんですけどね。打線の成果と、勝ち星の積み重ねとはこう比例していかないもんだなといったことを改めてね、こう、確認することが今日はできましたね。はい。ということで、新春企画ですが、でございますよ。新春企画でございます。ね。2020年シーズンね、戒めていこうということで、まず1月号は、堀内政権を振り返ろうということで、現在16分か。喋ってみましたわ。本日はね、引退選手名鑑と称しましてね、森福、それから橋本、それから市川と、この3人についても喋ってます。森福さんはもともとホークスの選手でしたが、FA でジャイアンツに移籍してます。橋本選手は、巨人から楽天行っての引退。市川選手は巨人から日ハム、ホークスを経ての引退ということで、生え抜き選手ではなくてもですね、ジャイアンツの一軍に貢献した選手もですね、僕は常々愛していきたいと思っておりますので、この3人の引退選手名鑑も喋ってございます。だから今日は、ミドル巨人くん PC は全部で音声ファイル4本上げてみたいなと思っておりますので、ぜひお聞きいただけたらななんていうふうに思います。ね、昨日はミドル巨人くんというラジオトークを喋りました。これも一人喋りです。本日はミドル巨人くん PC を4本喋りました。これいずれも一人喋りでね、ございますよと。年末年始にかけて、あまりこう皆さんにね声をお届けすることできなかったので、リハビリの意味も込めてですね、総時間数にすると1時間弱かな、50分程度だと思うんですけどね、いいリハビリができたなというふうに感じてます。明日1月6日は久しぶりに複数人で、全部で合計私も含めて5名でね、ポッドキャストの収録の予定がありますのでね、そうですね、今度はなんつうんでしょうね、みんなで喋ってるところをですね、お楽しみいただけたらななんていうふうに思いますのでね、1月の6日に収録するか7日以降でしょうか、1月7日か8日か9日かぐらいに配信の予定がございます。ベースボールカフェキャン中戦をぜひね、お楽しみいただきたいと思います。あとこのミドル巨人くん PC に本日あげる4本の音声ファイルは YouTube チャンネルにもアップしようと思ってますので、合わせてよろしくお願いします。全く同じ音声なんだけどね、よろしければどうぞといったところでしょうか。あと本日1月4日土曜日にですね、ツイッターでね、マシュマロというね質問箱のようなもうちょっと優しいやつをですね、解説しました。以前去年のいつかまで質問箱を設置してましたが、なんやようわからんような質問が多く来ましてね、なんだろうな、なんだっけな、唐揚げ好きとかね、なんだろうな、何やようわからんような質問が多かったので閉鎖しちゃいましたけども、また新規行ってマシュマロというところでね、質問箱みたいなようなもんを解説しました。ツイッター上にございますのでね、よろしければ
そちらにね、匿名で、僕に何や質問や、ご意見や送れるようなものになってますのでね、よろしければそちらも活用していただけたらな、なんていうふうに思ってます。はい、ということで、つらつらと喋ってきました。20分になろうとしております。はい、本日はこのところにしておきますね。どうもありがとうございました。Thank you.